はい、皆様どうもマフロです。それではケリヒメスイーツ続きやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はバナナクレープ蜜輪やっていこうと思います。はい、前回からですね、ちょっとやっておりまして、メンバーは全然当たらないんですけども、なんか素敵な武器が当たりました。魔法使いの武器です。リッチボーンステッキ、メンバーも欲しかったけど、これも結構良さそうな武器なので、今これをメインに使っていこうと思います。そしてドレスもなんかサキュバスのイベントのやつをやったらなんか当たったので、それを着ております。はい、それではメロンやっていきます。あ、メロンじゃない、バナナメロンは次回、前回でしたね。はい、バナナやっていきます。じゃあレベルの高い人を選ばせてもらいます。罠にはまったみたいな。俺もギャンブラーのジョブ欲しいな。ジョブという職業ですね。まあ相変わらず戦法は同じ感じで、最初何の爆買いで一掃していく感じですね。お、残った。さすがだんだんレベルが高くなってきておるな。あ、届かないか、やばい、届かなかったお、当たってくれた、よかった。だってランク1なのにすでにもう110何本のレベルになるもんな。113だ。ここクリアできるのかやばそうな気がしてきたな。いや、このバナナクレープ全体ですね。まあ、おそらく1面はクリアできるだろう。まあ、やれるところまでやってみようと思います。ああ、撃たれた。刺されまくりだ。ああ、ギャンブラーだ。ギャンブラーを先に引かせればよかった。ギャンブラーの当たりってすごいんですよね。めっちゃコインもらえたり。一回宝船でギャンブラーの人を助っ人にしたら、なんか金箱が重くそポコポコ出てきた。それを見て欲しくなりました。まあ当たる確率も低いんだろうけど、でも面白そうだなと。よし、2もやっていきますよ。この人で、
しい職業といえばあれですね、ギャンブラーと執行者が欲しいですね。なんか範囲がものすごい広いので執行者が全方位で飛んできますしね。全然オフィーの当たんないんだけどな。レア3の武器ばっかり。あ、疲れた。そんなバカな。そこ突っかえるのかよ。度が高い武器ってそれだけ強化にお金もかかるんですよ。そのお金が今ないっていうか、なので当たっても素直に喜べないんですよね。それよりはなんかメンバー出てくれた方が嬉しいかなって思っちゃう。はい、どんどん行ってみますよ。あ、間違えた。スパイクじゃない、蹴るの。あ、落ちる。落ちた。あそこ落ちたらどうなんだ。あ、あー、なんか食らってる。やばい。やばいよ、食らったよ。なんかポイント回復あったらいい。壊せなきゃ。半分ぐらい減ってるわ。ああ、またそこで突っかえるのか。嫌な地形だな。じゃあ、あれ、あ、この人はギャンブラーの人か。ギャンブラーさんを先に。外れだ。よし、物投げてくれ。そう、これは魔法使い役に立たねえな。嫌な地形ばっかり。まあそれは難しくなっていくわな。おお、奥にいっぱいいるな。ここはレッドさんに頑張ってもらおう。危ない、当たる。当たった。攻撃はしてくれないけどね。あと外れの時だけらしいです。攻撃
あら、レッド届いてないやん、攻撃が。ジョニーさんも。やばい、レッドさんが死ぬ。ていうか普通に苦戦しまくりだな。ていうかまだ死なねえ。ボス粘るな。あ、あれはレッドさんに乗り出せようか。取れるかな。よし、落ちるなよ。っていうかスパイクさんも減ってたな。そういえばああ落ちた。ああ大丈夫だった。なんか出た。なんか出たよ。とりあえずスパイクさんを回復させよう。ああ取れなかったドーナツ。おお振動が。おなんか当たった。おおバナナ投げてきたよ。水平敵が。おお金箱、これこれ、ほら金箱いっぱい出た。よし倒せた一応。いいなギャンブラーさん欲しいな。プリプリハンプリプリかな。3でこんなに苦戦してるよ、やばいかな。もうこんなに本当にレベルの高い人を選ぼう。115の人が一番高い。118の人がいた。よし118の人で。もうなりふり構ってられない。
け。ちょっとだけ残りやがって、いやらしい。下の木を切った。外した。なかなか粘ってくれるなあいつ。おお、すげえから取られた。あいつはちょっと上の先片付けよう。
佐藤で、はい、よし5も行ってまいりましょう。114の人が一番、115の人が一番高いね。今いる一番高い人でもここのレベルにはかなわないからな。なかなか難しいところだ。あれ押したのに、ああ行けた。押したのに反応しなかったよ。落ちてきた。じゃあもう一回この人で。やだな、落ちるところ多そうじゃないか。嫌な位置にいるな。こういう時はレッドさんで。これで次範囲に入るわ。あー落ちた。あー落ちた。やべえ。えらい食らった。半分食らうのか。ここはジョニーさんで。届かない。まずい。二人が死んでしまう。ちょっと何してんの。使えていけばよかった。二人が死にかけてるよ。とりあえずタクトさんを返す。あとはあいつだけか。ですって。
疲れすぎだろう。しました。サクキューバスの衣装がマックスになったけど、おそらくお金が足りなくて評価できないでしょうな。強化、これはなんだっけ、ドレスのやつか。これを全部使っても、ははははかかる合計コインが、これまだ強化途中なのに所持金を大きく上回っている。全然ダメやん。しゃあないな、他のドレス着るしかねえな。とりあえずこの辺のドレスを着ておこう。水着。はい、ちょっと一回時間があれなので、一回ここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、さようなら。